浦和学院が悲願の初優勝です。県内も優勝の喜びに沸きました。南極の世界に触れる企画展が開かれています。こんばんは。こんばんは。4月3日水曜日、ニュース930の時間です。では今日最初のニュースをお伝えします。第85回春の選抜高校野球の決勝戦が行われ、浦和学院が愛媛の済美を大差で破り、悲願の初優勝を飾りました。埼玉県勢としては第40回大会以来の大宮工業以来45年ぶり2度目となります。悲願の初優勝についに王手をかけた浦和学院、熱戦を制し至今の優勝旗を埼玉に持ち帰ることができるか、まもなくプレーボールです。試合は浦和学院小島、済美安楽の2年生エース同士の対決で始まりました。先制したのは済美。2回ツーアウトランナー2塁から8番金子がショートのグラブを弾くタイムリーを放ち、1点を先制します。これに対して浦和学院は迎えた5回、この回先頭の斉藤がライト前にヒット、続く西川がセンターオーバーのツーベースでチャンスを作ります。このチャンスに小島の三遊間を抜くタイムリーヒットで同点とします。さらにツーアウト満塁からキャプテン山根がセンター前にタイムリーを放ち勝ち越します。見事なタイムリーでした。はい、よく打ってくれたと思います。嬉しいです。続くときは続きますからね、しっかり、一人一人がですね、役割果たしてくれたると思います。浦和学院はこの回打者12人、6連打を含む8本の安打を集中させ、一挙7点を奪います。いや、よくみんなでつないでですね、点取ってもらいました。よかったです。はい。浦和学院は続く6回に2点、8回にも打者12人を送る猛攻で8点を奪います。一方、浦和学院のエース小島は大量得点の援護もあり、打たせて取るピッチングで済美にチャンスを与えません。結局浦和学院は決勝戦まで4試合連続の2桁安打で対戦相手を圧倒し、悲願の初優勝を飾りました。無料です。本当に選手たちよく頑張ってくれたと思います。優勝の要因はどこにあると思いますか？いや、もう本当に、たくさんの方に、応援をいただいて、それに励みにしながら、毎日精進した、そういう面での成果だと思います。そうですね、もう常に一戦必勝というのを目標にやってきたので、先を見据えず、ずっと小島も頑張ってきてくれて、バッターも頑張ってっていう、常に一つの試合が勝つことができて良かったと思います。本当に嬉しいんですけど、これが終わってさらにいろんな学校もレベルアップしてきて、夏は熱い流れの本当の勝ったチームの戦いなので、その舞台でまた勝ってここに戻ってこられるようにまた必死に練習したいと思います。優勝旗を埼玉に持ち帰ることができるので、そうですね、もう自分にとってはもう幸せです。どうですか？めっちゃ嬉しいです。歴史的瞬間ですごい嬉しいです。選手たちにどういった言葉をかけてあげたいですか？お疲れ様でした。夏の甲子園も頑張ってくださいっていう。そうですね、当時を振り返ればもう本当グラウンドもなくて道具もなくてというようなところで始まった野球部ですけど、よく日本一まで上り詰めたなというふうに思います。Thank you.
浦和学院の初優勝に地元も沸いています。さいたま市見沼区にある日帰り温泉施設小春日和です。この施設は浦和学院の OB が経営していて、練習を終えると森監督や選手も訪れます。今日は利用客およそ100人がテレビの前で声援を送りました。最高です。もう嬉しい限りです。もう埼玉の誇りです。もう本当に嬉しいですね。応援のしがいがありました。どうぞ。また JR 浦和駅前では号外が配られました。浦和学院の号外の優勝です。どうぞ。あ、素晴らしい。ねえ、素晴らしい。さっきまで見てた。あ、そうですか。ちょっと見れてなかったのでどうなったかなって気になってたんですけど、いや、すごいですね。夏も頑張ってほしいですね。もう昔から浦和に住んでて応援してたので本当に嬉しいです。3回ぐらいまではもうなんかもうドキドキしてて、私が見てるせいで負けちゃうかと思って見るのやめようかとも思ったんですけど、どんどん点入れたからもうキャーキャー言いながら見て最高です。嬉しいです。胸を張って帰ってきてください。県民一同待ってます。本当に嬉しいです ね、はい。そしてこのような号外も配られまして、県内は祝福ムードに包まれていました。ね、あの決勝進出だけでも嬉しかったんですが、この決勝進出自体は県勢としては春夏通じて6回目だったんですね。優勝はと言いますと1968年の大宮工業以来ということなので、つまり45年ぶりの頂点、これは本当に嬉しいです。このように素晴らしい成績を収めましたが、はい、早くも春夏連覇に期待がかかってくるんでしょうか。そうですよね。まあ、今日は本当にその優勝の余韻にどっぷりと浸っていただいて、こっちに戻ってまた練習が再開すれば、きっと選手たちも夏のことをすでに見据えていることと思います。浦学ナイン、本当にお疲れ様でした。そしておめでとうございます。おめでとうございます。